はい、こんばんは。カリー氏リュウジンです。声だけで話しちゃったなと思ってるんですけどね。はい、まあなんか映画したら2時50分さんがですね、あの DeNA 対ヤクルトの試合でですね、まあ始球式で横浜スタジアムの方でですね、スパッツを、黒のスパッツを脱いでですねブリーフ一丁で状態でなんか変なことをしてたっていうことでですね、まあ批判殺到されていて、なんでブリーフ一丁でこういうことするか、警察は捕まえろよとかねはい、公然わいせつだろこれ、草薙剛ですら捕まったんだからっていうコメントもありましたし、あ、でもあれは草薙剛さんが酔っ払って何か合意のないって言い方あれですけど、あれはなんか捕まるほどの公然わいせつ、裸になって捕まったということでしょこれは違うじゃないですか。なんか始球式ですから、なんかまるでなんかね、許可されたような、許可されたっていうか合法的な、合法的にこういう風にしたんでしょっていう感じですけどね。まあ映画社2時50分さんは裸系みたいな方ですからね、はいっていう感じでですね、批判殺到がされていてですねはい、まあ相変わらず元気な方ですね変わってないような気がしますね。はいなんでブリーフ、なんかよくお笑い芸人って必ず白のブリーフして披露っていうか、バラエティ番組とかね、特にね、なんかブリーフ一丁になる気がありますよね。白ブリーフっていうのは笑われる存在なのかな。まあ白ブリーフっていうのはもともとはね、小学生とか中学生、まあ昭和だとね、小中学生が履いていたっていうイメージがまああったと思うんですけどね。なんか今は本当にもう小学生ですら白ブリーフ履いてないみたいですからね。今はもうなんかお笑い芸人がふざけてつけているっていう、それしかない、もうそういうイメージしかないっていうのがありますね。はい、まあ今回の話はですね映画シェラ2時50分さんがですね、始球式で白ブリーフ一丁になって、まあパフォーマンスを披露していたっていうことについてはね、お話でしたね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。